友高散歩。おはようございます。友高散歩 in 富山、富山駅でございます。さて、どんな散歩になるのか自分自身心配でございますが、行ってまいります。駅周辺にこのような大きな、なんだ、ショッピング、なんとかショッピングみたいなショッピングセンターなのかな、まあ、あとはちょっとした文化センター的なホールがあるのかな、それと駐車場と、まあこういうふうに沼津もなってほしいもんだなぁと本当に常々思います。富山駅内でございます。これが路面電車、素晴らしいですね。こうやって交通インフラがしっかり整備されている街というのは発展するんだろうなというふうに思ったりもします。まあ、もちろん人口規模もだいぶ違うんでしょうから、沼津と比べるのもまたいかがなもんかと思いますが、まあでもこうやって交通インフラがしっかりしているというのはすごく羨ましいことでございます。最近来たのはおそらく28年度の時、あの時は役員会、ブロック大会があったのかな、はい、という記憶でございます。まあその時も随分綺麗になったと思いましたけど、またさらに綺麗になるんですよね、ああやって工事やってるってことは。で、20年ぐらい前は僕何度かね、個人的にしたらおかしいですけど来てます。その時もっとね、駅前ね、古っぽい、本当に古い感じのする駅だった記憶なんですけど、20年経つとすごいですね、綺麗になるし、やっぱ街として力を入れてるんでしょう。とても綺麗になりました。いやー、ちょっと楽しみ。私こういう川エリアを歩くのも大好きでございまして、桜が全部両サイド植わってます。まあ4月とかに来るとよりいいんでしょうけど、まあこういうところもね、なんとなく頭空っぽにして歩いてみるのいかがなもんかと思ったりもしますが、駅から本当に、ね、歩いて5分とかそんなもんでこういうところがあるっていうのはとてもいいなと思います。で、本当にもう住宅街なのかな、なんかね、はい、駅からわずかなところに住宅街とかであります。まあ、沼津だとなかなか駅すぐ近くにこういうような場所がないんじゃないかなと思ってます。僕が理解していただけない していないだけなのかもしれませんが、まあまあまあ非常にのどかな、感じでよろしいですよね。はい、いいですね。富山駅前です。こういうのいいっすね。まあ、これともとても新鮮な感じを演出するのはいいんじゃないですか。本当にこういうの見ると沼津にもあったらなぁと思うんですよね。まあまあ、まあ、沼津にないからこそこうやってで歩いた時にいいんでしょうね。ここすごいですよ。なんか通りだけど、まあ、無説になりますね。まあまあ、真夏のめちゃめちゃ暑い時だと思うんですけどね。大変でございます。しかし、本当に富山駅すごいよね。駅も立派だし、こうやって路面電車が走っているし、ね、こういう交通インフラがしっかりしてるとか、羨ましいですね。まあ、沼津もいつかはこうなってほしいなと思いますし、業界圏全体もこうなってほしいものと思います。素晴らしい。はい、やってまいりました。吉久工業株式会社。
28年度、日本出航の際にですね、ひょんなことから言葉を交わすようになった沢田美香君、ご存知でしょうか、ちょっと寄ってみました。まあ、同じ人会とかではなかったんですけど、長岡から富山への移動の際の送迎の、なんかバスじゃなくて、車の運転手をしていた記憶があります。そこで一緒に初めて会ってっていうことで、言葉を交わしたような気がします。ぜひですね、また、機会ありましたら、お酒が飲めるようになったらね、ゆっくり飲みましょう。元気ですか、ミカド。またね。はい、こちら。日本海広告株式会社さん、我が広報ブランディング委員会のともちゃんの会社でございます。ともちゃん来たよ。高速道路沿いにあって、インターも近いんですね。なので、ちょっと、車の移動の、なんかね、遠方行く場合には、とてもいい環境になるのかなというふうに思います。周りもだいぶのどかな感じで、まあこの辺はもう僕ら沼津とは変わりませんね。はい。とても、良いところでございます。はい、こちらはですね、平成24年度、日本の会長を、されておられました。まあ歴代ですよね。日本会長の歴代の小山健次郎さんの会社、マンパワーセキュリティまで、来ました。そうですね。まあ、ほとんど面識っていう面識はあんまないんですけどね、僕はね。ただ、まあ、沼津の全国大会にあたっては、何度か沼津に来ていただいて、講師、講話っていうのをしていただいた記憶がございます。だから、まあ、同い年なんですよね。二人並んだ時に果たして同級生に本当に見えるのかというのがちょっと僕の、ね、まあ考えちゃうところでございまして、まあ彼と言ったらおかしいんですけども、まあ、小山さんにね会うたびに同級生だということをね自分の記憶から消したいと、自分の存在を消したくなるような存在でございます。ぜひともですね、小山さん、また来た際には、また声かけさせていただきますので、ぜひとも、お酒を飲みながら、ゆっくりお話ししてみたいと思います。では。富山駅から、まあ、歩くには遠いかな。稲荷公園、ところに来ました。まあ、基本僕、公園大好きです。まあ、何も考えずに、こうやってね、なんですか、マイナス40ほどのことを感じるわけじゃないんだけど、まあ、こういう感じのところをブラブラと歩くの好きです。こういうところが沼津にはあまり記憶がない。沼津駅周辺、まあまあ港に行けばそれなりの、ここまで広いかな、あそこの公園も。やっぱこういう広い公園があるというのはとても羨ましい。ここいいですよ、稲荷公園。こうやって池もあるし、向こうもすごく広いし、広い芝生もあるし、あれ、みんなでフリスビーなんかやったらいいんじゃないですかね。健康的に朝から委員会が終わった次の日はね、帰るばっかりでしょうから、皆さんでこういうところに来て健康的に、二日酔いなどせずに、早めに寝て、早く起きて、体を動かして、健康的に家に帰るっていうのもね、実はやってみたらいかがでしょうか。はい、ぜひ。足湯ならぬ、足水です。気持ちいい。いいですね、こういうとこあるの。沼津にはないよな。隣のね、清水町には、柿田川、湯水公園というのがありまして、ここは非常に、富士山からの湧き水が、ふんだんに、湧き出てるところで、非常に涼しく気持ちよいところがあります。そこにはね、こういうとこあるんだけど、やっぱね、沼津こういうとこないんですよね。どうでしょう、非常に気持ちよい。あれです。入れるんですね。なかなか涼しそうですよ。
小山市からなぜか散歩の域を越えて隣かな砺波市まで来ました。そして砺波といえばこの方、砺波 YG、第40回、北新北陸インエスブロック砺波大会の大会会長の中西和夫さんでございます。中西です。そしてここがかの有名な中西和夫社長のサンキュースーパーマーケットになります。ここに来たらですね、ぜひ皆さんここでお買い物してください。よろしくお願いします。下手なお土産屋で行くよりこういうところの方がね、地元のね、いろんなもの揃ってますので、ぜひともこちらにご利用ください。期間限定ですね、 Y 字メンバーは万引きしようで、違うちゃんとお金払ってくださいね。はい、10名いますから、はい、10名いますから、ね、ここはね厳しいですからね、ちゃんと法令遵守ということですね。法令厳しいですから、こういうしっかりした社長が運営しますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、店内でございます。こんな感じですよ。まあまあまあ、基本的にはまあどこも変わらないって言っちゃあれですけども、一般的なお店で綺麗ですね。で、八村塁選手おすすめのなんとかビーバーっていうのはね、はい、皆さんサンキューよろしくお願いいたします。最近痛風どうですか？痛風はもう完全に治りました。あ、完全になったそうです。はい、元年の企画委員会の時はですねミスター痛風というぐらいですね、ひどい痛風に悩まされていましたので、はい、治ったそうです。もともと足の悪い人だと思うんですよ。ああですね、はい、ぜひ皆さんサンキューよろしくお願いします。この前のお土産屋さんが伊水の直前会長のお店なのかな、はい、ぜひ皆さんご利用くださいね、伊水に来た時は。ご飯食べてきました。キトキト食堂という、ここは伊水市。伊水市、ちょっとまたね、遠く離れ、遠くでもないか、隣町、さらにまた隣町、30分離れたところでご飯食べに行きましたけど、いいでしょう、ここ。非常にリーズナブルだと、変わったラーメン。かけちゅうっていうね、すごいね、変わったラーメンっていうのか。ラーメンの麺に、うどんの出汁食べる。そう、うどんの出汁の中に、まあ、うどんじゃなくてラーメンが入ってるっていう。非常にね、美味しかったでしょ。はい。ぜひ皆さん、伊水市、ブロック体感でね。で、2年後 ?3 年後の、5年令和5年に、ブロック大会があった際にはですね、ぜひこちらのキトキト食堂、新鮮という意味です。新鮮という意味だそうですので、はい。ぜひご利用ください。これから、船に乗ります。こちら。こちら。なんていうのか、海の海抜と川の水面の高さが同じ、まあ、当たり前と言っちゃ当たり前だけど、なんかその辺の地理的なものが非常に珍しい、川だそうです。今から、遊覧船に乗ります。船の中です。どうでしょうね、まあ、狭いというか小さい船ですけど、非常にこんな感じで、こんな感じいいんじゃないでしょうか。これいいですね、ぜひ見てください、ね、中野橋の映画とか江口洋介のかけられた、そうですよ、江口洋介の映画で350年の歴史を持つ古い橋、水上バスを思い出しますね。こんな感じで、この橋は規模はもっと向こうは違いないけど、これぐらいちっちゃいですね。この場所ですよ、ほら皆さん、こんな感じで、いいじゃないですか。今回のベネチアですね。いや、最高です。これ最高。おすすめ。さっき来た、ここなんだっけ、海王丸公園。海王丸パークから乗れます。僕たちは、川の駅というところから乗りましたので、また次のところで降りますけども、海王丸パークからも乗れますので、ぜひ皆さん、お乗りください。これは楽しいです。下の方に飛行機が
近い。周囲の景観と調和するよう、いや、いいじゃないですか。感想を残してあります。こういうの好きです。あの船、こういうの好き。これが大好きです。来たぜ来たぜ、危ない危ない。いやーすごい。
すごいね。はい、最後の橋でーす。最後で蹴らせる。もう本当にちっちゃい。引く。おお、引く。すごい、びっくり。さあ、これで到着でございます。いやー、これだけです。これは水上船。まあ、とにかく遊覧船ですね。これ最高です。おすすめ。そしてですね、この川の駅というところにあるんですけども、こちら、この屋形船、なんと、今年度、射水 YG の直前会長。直前会長。今でしょ？はい、でね、今年度ですね、射水 YG の直前会長をされている何さんですか？木村博さんです。木村博さんの私物というふうに今とおっしゃってますが、はい。ぜひですね、この川面白いんで、ね、ブロック大会といわずね、ぜひ YG の何かの時にはここで使って皆さん、全国の皆さんもね、これで、楽しませてやってください。お願いいたします。新湊っていうところです。射水市の道の駅っぽいですね。白エビバーガー、これか、白エビバーガー。白エビバーガーは、あと白エビのかき丼。これは白エビですね。まあ、有名ですからね。はい。ぜひ皆さん、ここにも来ていただいて、食していただいてはいかがでしょうか。今度はですね、富岸。運河、冠水公園かな。ちょっと、駅からはちょっと離れるけど、まあ、歩いてこれない距離ではないのかな、とはいうふうに思います。こちらも素晴らしいですよ。広くて、こういうのがね、駅周辺にあるって、すごく羨ましいですね。で、しかも、よいしょ、なんですかね、展望台、プラス橋か。橋が立派な、かかっております。これ橋の下でございます。こちらにスターバックスもあります。なかなかロケーション良さそうですね。あれがなんか日本一綺麗な、店舗だと言われているスターバックスなのかな。なんか先ほど、中西直前会長が富山駅の近くには日本一綺麗なスターバックスがあるって言ってましたけど、あれのことかな。でもう一個ね、なんか駅前にあるんでそっちかもしれませんけど。はい、ずらずらずらといいですね、市民が憩いの場なんでしょうね、市民がね、とても綺麗なところで、風の通りも良くて涼しいです。なんか良い一部でございますよ。いや、いいですね、眺めがね、上行ったらもっと良さそうですね。どうでしょう、素晴らしい眺めがいいですよ。ずらーっと。いや、非常にいい眺め。あ、ぜひここも訪れてはいかがでしょうか。とても、今日ちょっとね、あいにくの曇り空ではありますが、天気の日は、とてもよく見晴らしが、よく、ね、気持ちいいんじゃないですか。富岳水上ラインということで、このように、便数、1日7便程度ですね、出ております。で、料金設定もこちらの方で、1700円、まあ、1400円と、条件によりありそうですね。はい。で、こちら船ですね。まあ、今はやってないんでしょうかね。残念なことに。ぜひですね、こちらの方、良さげです。はい。ということで、今日また一日ですね、明るい時間を、使って富山、まあ、市というか、まあ、今日はですね、まあ、ほとんど散歩というかドライブというか、都内に射水ですかの方に行かせていただきました。まあ、途中、令和元年度企画委員会でお世話になった、中西君ともにですね回ってきましたけども、まあどこも素晴らしいですね。どこ町行ってもやっぱ土地それぞれの特色の楽しい部分がありますので、ぜひともですね、皆さんこういう時に出港率大にはですね、ちょっ
ちょっと足を伸ばしていただいてですね、その土地の何かを感じ取っていただくっていうのが一番いいのかなと思いますので、また参考になればと思います。さて、次はどこに行くのやらということですけれども、また、次のところではですね、まあ、楽しいかどうか分かりませんが、皆様に、その土地のですね、魅力を伝えられたらと思います。では、さようなら。